美味しくて健康になれる、そして美容にもいい、こんなとっておきな料理をご紹介してくださるのはマネージャーの園田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こちらはどういった料理なんですか？はい、当店ではコース料理すべてに黒酢を使用しております。本日はこちらメインが酢豚コースをご準備しております。美味しそうですね。ありがとうございます。こちらは前菜ですね。あ、はい、こちらが温野菜のオニオンソースがけになります。手前にありますものが食べる黒酢といいまして、当店の人気商品でございます。ちょっとピリ辛ですのでお好みでつけてお召し上がりください。うん、ピリ辛で美味しいですね。ありがとうございます。これご飯にもすごく合いそうです。ありがとうございます。ご飯にももちろんですけれども、調味料としてもお使いいただけます。焼肉のタレですとか、はい、万能調味料としてお使いいただけます。メインの酢豚コース、こちらはどっちの料理ショーという番組で見事圧勝した酢豚を再現しております。すごくお酢が効いてて美味しいですね。ありがとうございます。本店の黒酢は熟成期間が長いですので、お料理に使える黒酢としても紹介しております。今のところ最低でも2年以上熟成を費やしております。はい、こちらのですね、ふりかけ黒酢というものを卓上に置いております。こちらのふりかけ黒酢は黒酢の原液が入っておりまして、お料理などに2、3滴、特に油っぽいお料理ですね、いただきますと、またお味、違ったお味が楽しめますので、ありがとうございます。でしたらどちらが嬉しいですか？スープ。そうですね、スープもまたコクが出まして、おすすめです。でしたらスープに行ってみたいと思います。はい、うん、すごく酸味が爽やかですね。ありがとうございます。ただいまのもずくスープにかけていただきましたが、ご自宅ですとお味噌汁などに 2、3 滴ぜひかけていただいても風味が変わりまして、すごくおすすめです。こちら全ての料理に黒酢が使われていたのですが、一つ一つ風味が違ってとても美味しかったです。ありがとうございます。当店の黒酢はアミノ酸の量が豊富ですので、まずお食事はさっぱりとお召し上がりいただけたと思います。はい、量の方がですね、若干多めに見えますが、主婦の方がペロリとお召し上がりいただいております。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。